フリーピストンエンジンは、機械的に出力軸に連結したピストンを備えない、熱機関の位置形式。外年機関、内年機関の双方に存在する。外年機関では、フリーピストン蒸気機関、フリーピストンスターリングエンジンがある。内年機関では、フリーピストンガスタービン等があり、大砲や銃も一種のフリーピストンエンジンであると言える。ピストン自体は、 クランクシャフト等の出力伝達軸に機械的に結合されておらず、蒸気、燃焼ガス、液体金属等の作動流体を介するか、誘導電流による発電により出力する。動力の取り出し方には複数の方式がある。フリーピストンガスタービンのように発生した燃焼ガスをタービンに吹き込んで回転運動に変換する形式やピストンに備えられた。 永久磁石の往復運動で発電したり、アルカリ金属等の低融点の液体金属を作動流体として電磁流体発電により電気エネルギーとして出力する方法等がありそれぞれ一長一短がある。パパンの二度目の蒸気機関フリーピストンエンジンの概念は古くからあり、ドニパパンが1707年に考案した蒸気機関も一種のフリーピストンエンジンであったと言える。 その後、数々のフリーピストンエンジンが考案されてきたが、実用化されたものは、食い焚きやガソリンランマ等、一部に限られている。コネクティングロッドやクランクシャフトのような機構部品が不要なので、部品点数を減らせる。その反面、作動流体の流路内での抵抗や往復に伴う、慣性があるため、効率を下げる要因になる。ありがとうございます。